千代さん、お茶の間との菊が残し旅立った。まさに波乱万丈といったところでしょうか。野村幸代さん、そして監督が少しね、疲れの様子が気になりますが、力を下されないといいんですけど、野村幸代さんはこう強いものにしますけど、多分味方につけると頼りになるタイプなのかな。2人の間に計り知れないというのがあったと思うんですね。多分こちらさんをかなり守っている部分があったんじゃないかと思いますね。昭和7年生まれということで、私たちの世代にはいないタイプの女性だと思いますが、そうですね、その撮影騒動で3年間にあたってバッシングを受けながらも、ただそのユーモアを忘れず、その強さとかスケールの大きさっていうのはなかなかいないし、間違いなく監督を鼓舞し続けた猛烈な奥様だったんだろうなというふうに思いますね。武井さんは野村幸代さんによく会いましたよ、飲み屋で飯屋だもんね、はい、で野村監督はやっぱり幸代さんのおかげであれだろうね、随分持ったっていうかね、いろいろバーッとしっかりした奥さんにこうガンガンやられて監督も続けたって感じあるね。さて続いては12月3日から9日までの1週間の出来事を振り返ってまいります。そしてその後、今日は武井さんの活躍ニュース10時47分頃ですが、計算機を使ったお話をされる